に来ました。セルラースタジアム、おすごいです。お疲れ様でした。ナイスバッティー。よいしょ。3番手席どうでした？いや、何があったんだと思いました。でもまあ素晴らしいプレーが多くありましたので明日も頑張ってください。はい、頑張ります。あ、菊ちゃん、なんか沖縄思い出ってあります？沖縄の思い出、キャンプ以外。あんまないですね。ないないない、なんかないの？修学旅行とか沖縄、うん、高校生の時一回行ったの。修学旅行、キャンプ、甲子園前。ああ、そうね、すごいね、はい、僕、中3の冬に。それは何？あの、そう、当時の野球の大会で。沖縄でやったの？はい、那覇で。那覇かな。ここではないんだよね。セルラースタジアムで開会式やって、違う球場で試合。そうなんや、はい、で、その大会はどうなったんですか？普通に1回戦で負けたんですけど、はい、でも、楽しかった。ちょっと話変わっていいですか？はい。その髪型は何なの？髪型、これ何なんですか？はい、一応あの海ぶどう、はい、海ぶどう、はい、沖縄に合わせてちょっとはい、わざわざありがとうございます。合わせていただきます。ありがとうございます。いただきます。お疲れ様でした。西尾選手、ナイスピッチングでした昨日は。暑かった。一瞬暑かったけど、それよりも雨が、雨だね。泣きにくかったでしょ。滑りましたね、足は、足場は。ちなみに西野さん、キャンプ以外で沖縄と縁ありますか？キャンプ以外ですか？家族で。あ、そうなんや。オフに、はい、どの辺行ったの？美ら海水族館。美ら海水族館、2回ぐらい行きました。あ、そうなんだ。これから本州も暑くなるんで。あ、そうっすね。先にこの暑さ経験したということで、はい、ということで関東おめでとうございました。ありがとうございます。あ、さあちゃん、それでキャンプ以外でなんか沖縄って思い出ありますか？あ、家族旅行めっちゃちっちゃい時に来て、うん、記憶がないっす。あ、そういう感じ、はい、へえ。あ、1回来たっす。思い出した。あの、僕戦力外になって一旦旅出ようと思って、お、2日間だけ沖縄来たことあります。とりあえず1日2日だけゆっくりしようと思って沖縄に来て、ホテルでぼーっとしてただけなんですけど。え、どこ行ってないの？どこも行ってない。それもすごいね。はい、それで海眺めてぼーっとして、あ、大阪帰ろうと思って。導き出した答えは、俺は野球しかないっていう感じ。まあそんな感じですね。そして今があるわけですね。そうっす。じゃあ原点でもありますよ、これ。はい、お疲れとしょ。お疲れ様です。沖縄ってなんかキャンプ以外で来た思い出とかある？いや、キャンプ以外ないです。ない？はい。あ、全然ないんで、プライベートとか学生時代とか。ないっすね。楽しみ方あります？サウナぐらいですか？サウナ良かったっすね。良かったね、サウナね。今日も頑張ってください。頑張ります。YouTube 撮ってまーす。ちょっと見せて、見せて。何やってんの？逆。すごいね。負けないの頑張ろう、俺も。よろしくお願いします。お願いします。日東さんでした。で、選手を。新吾さん、修学旅行は沖縄だったんですか？高校の？中学校。中学校、はい、中学校の沖縄ですか？沖縄でした。どの辺行ったんですか？それが、うん、国頭村ってところなんですけど。ハムの？はい。で、日本ハム入って、うん、キャンプで戻るっていう。懐かしかった。めちゃめちゃ懐かしい。何があるんですか、そこは？ね、あ、こっちに遊びに来たり、美ら海水族館行ったり。あ、そこを拠点に。泊まるのが国頭っていうところ。そういうことなんだ。
すごいいいホテルですよ。あ、そうなんですか、はい、皆さんぜひいや、宣伝しなくても大丈夫ですそうなんだ。中学校の修学旅行で沖縄来るかな、大阪、はい、僕が大阪なんで岡山の人に聞いてください。岡山の中学校の修学旅行どこですかね。じゃあ当てよ京都やろ。僕京都か東京近すぎるわ、うん、東京だな、東京。中学の修学旅行どこですか。中学校は福岡、佐賀。え、あ、そっちなんだ。あ、そっちに行くんだ。北、あの九州の上の方バーって行ったんだ。へー、小学校が京都、奈良、大阪。じゃあ奈良はどこに行くんだろう。奈良公園いや、違う、はい、おぎ、中学校って修学旅行どこ。東京だよ。ああ、やっぱ一緒か、俺と。沖縄が一番似合う男、発見しました。ありがとうございます。ありがとうございます。躍動感あふれるフォーム。お尻がなんかピリッとします。ご覧ください、暑いね。暑くない。暑大好き。そっか。ポルハボール。え、ソウさん、沖縄好きですか。好き。暑いのは。暑い、大丈夫。ああ、大丈夫。大好き。Yes。ポルトリコいつも暑い。ああ、そうですね。お願いします。お願いします。頑張ります。ゲッツ。沖縄といえばやっぱりこの人です。今日来てるって聞いたのでちょっと直撃してみましょう。近況とか聞きましょう。大梅さん、こんにちは。こんにちは。ちょっとだいぶロン毛になられてますね。気のせいですか、僕も。髪は伸びました。昨日見たんですよね。はい、昨日見ました。どうでした、ロッテの試合。いや、久しぶりに見てすごい楽しかったです。あ、楽しかった。はい。2月行きましたよ、キャンプ。ちょっとだけ一瞬だけ顔出しました。あ、そうなの。はい、球場に。冷たいな。見て、今何してるんですか。僕は今、飲食とアパレルと。アパレルやってるの。これがそうなの。そうです。ユータのブランドなの、これ。はい、トミー・ジョンの。どこで買えるんですか。ネットで買います。昨日は西野が投げて、今日は谷市。はい、トミー・ジョン仲間で。あ、そうだ、すごい。すごい嬉しいですね。西野、ナイスピー。ナイスピー。めっちゃ元気。西野、このブランドどう思いますか。いや、いいっす。僕もめちゃくちゃ着てます。あ、持ってんの。持ってます。あ、持ってんだ。いただきました、仲間にあげました。飲食の方は順調なんですか。まあ、お客様でいろんな人来ていただいてます。どこでやってるの。門前仲町です。で、何屋さん。手羽先と石垣牛とか、石垣のその鶏を使って。あ、そうなんだ、はい、今度また行かせてもらいます。よろしくお願いします。安くしていただきますか。はい、安くなります。いや、もうお母さん来たらすぐやります。ありがとうございます。今も残ってますか。あ、本当だ、すごいね。僕も同級生です。はい、そう。ありがとう。じゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございます。よいしょ。順番。久しぶり。あ、そうか、中日で被ってんのか。びっくりした。行きましょう。